宣戦布告直後の奇襲攻撃により、オーシア並びに帝戦艦士各国軍の艦船やその大半が損害を被った。特に軌道エレベーターの周辺ガンター湾近くに在泊していた艦船の被害が大きい。大破着艇した艦数隻が現地に取り残されている。幸いにも新鋭空母ケストレル2は洋上を航行中だったため敵の攻撃を免れた。ケストレル2はエルジア王国首都ファーバンティへの再攻撃に向け準備に入った。さらにもう一隻空母バルチャーがガンター湾からの飛退に成功した。ただし飛行隊を喪失し搭載機欠となっている。本日国際停戦監視軍軌道エレベーター奪還任務を再行する。フォートグレイス島基地飛行隊は空母バルチャーと合流、共同してこの任務に当たる。共同任務軍は最初の作戦としてショピンブルグの航空優勢を奪取する。後続部隊の進路確保のため、ショピンブルグ付近は現在敵の航空優勢にあり、多数の敵航空機による抵抗が予想される。さらによく聞け、開戦当初より敵は多数の無人機を戦闘に繰り出してきている。ここでまた新しい種類の無人機が見つかった。無人航空母機、通称アーセナルバードに搭載されている無人機 MQ-101 だ。アーセナルバードはオーシア軍が中心となり開発し、軌道エレベーター支援のため配備した巨大航空機だが、今回の報告はそれまでもがエルジア軍によって運用されている可能性を示唆している。現実ならば非常に大きな障壁となりかねない。一刻も早い軌道エレベーター奪還を目指そう。幸運が君たちの上にあること。
機体の準備が整った。
タイの指揮を引き継げ。アゴトワイのサーボルタイ今情報収集中だ。
から引き離せ。簡単に落とせる敵じゃないぞ。バンジーさんの動きが読めない。撃って向かわされる。前期危険。
線に変更なし。アーセナルバードを破壊せよ。Yeah.
残念だが今回の両面作戦は失敗に終わった。ファーバンティを攻撃した空母ケストレル2が被弾沈没した。またしても艦載機がエルジアの市街地を誤爆したことから中立国の世論が我々を非難している。我が部隊においても被害は大きかった。しんがりを務めた者たちの活躍がなければ戻れなかった機体はもっと多かったの。状況は芳しくない。だがここで足踏みしている時間はない。我々は軌道エレベーターに向かわなければならない。